ウッドルアーとプラスチックルアーはどう使い分ければいいですか？うん、使い分けね。まず一つは、ウッドルアーとプラスチックルアーの最大の差は、動きのね、滑らかさだと思います。同じように人間の目でボブンロールしてこういう風に動いてるようなルアーでも、ウッドの方がとてもね、滑らかなんですね。どこかプラスチックルアーカクカクしてます。で、なんでかっていうと、比重が空気と木は空気の方が軽いんですけど、空気が軽い分、ウェイトを入れてプラスチックルアー重心を作る。で、木ももちろん重心は入ってるんだけど、重心がより分散してるんで、同じ外圧で動くにしても非常にこうどこか強い浮力があるとことか強い重力があるとこが少ないんで、綺麗にね、水の分子を割ってこう泳いでいくんだけど、ルアーもね、魚もその割って入ってく水分子を避けて入ってく時の入り方がスムーズだなってイメージがあります。なのでやっぱりプラスチックルアーじゃそこを嫌って食わない魚がウッドルアーでは食ってくるんで、本当にウッドルアーがガンガン手に入っていつでも使えるだったら、ウッドルアーだけの方が超過はね、多分段違いに上がると思いますね。だけどウッドルアーの弱点は重心移動構造を入れるとか、それこそ島野さんのね ARC みたいなアンジュ構造、まあ入れられなくはないけど、それを安定して作るのが不可能なんで、やっぱ重心移動構造ができるプラスチックルアーの方が飛ぶんですね。だから飛距離が欲しい時はプラスチックルアー使ったらいいし、でもウッドルアーで届く範囲で同じ魚食わせんだったらウッドルアーの方が強いですね。あとは根がかりそうなとこで財布へのダメージが少ないのは安いプラスチックルアーなんで、ここはかかったら切られるかなっていう時は、まあ自分もウッドルアー好きなんで、たまにプライベートの日は今日はウッドルアーしか使わないって言って、昔のね、往年のルアー使って釣ったりするんですけど、もういよいよ浅くなってきて、カキ背に触ったりした瞬間、速攻変えますから。だからそんな感じで、そうやって使い分けてもらったらいいと思います。